スをご視聴いただき誠にありがとうございます。ミーチューブです。今回はですね、サムネイルにも映っている通りの内容をですね、ドライブですので喋っていこうと思うんですけど、本来は今日、9月の後半なんですけど、休みで動画を2本撮る予定だったんですね。その2本のうち1本目っていうのが新たにですね、私ミニチューブチャンネルの、ご紹介の動画と、なかなか撮れなくなっちゃったタイヤの汚れをですね、一気にきれいにして、でそれからコーティングするっていう、もうネタバレですけどね、という動画を撮る予定だったんですよ。ちょっとだけね、スタートだけ流しますね。どうもミニチューブです。ご視聴いただきありがとうございます。はい、という感じでスタートしたわけなんですよ。で、その10分前の出来事なんですけど、1台なんですね、スズキのエイブリーの車がですね、私の車の横を通ってきまして、あれ、あっちの先は行き止まりやのになーとか思いながらですね、動画のワンカット目が終わって、じゃあ次行こうかっていう時にですね、なぜかですね、向こうから女性が私のホームに走ってくるんですね、山の中を。で、さっきも言った通り、その先は池の前である、あると。ただ池があるぐらいですね。いや、これ、いや、俺は頭で乗ったかなと、見間違いだろうと思ったんですけど、明らかにですね、こっち向いて女性が走ってくるんですね。でも、まあ、通り過ぎるだろうと思いまして、路面に置いたカメラ等をですね、避けたところ、まあ、なんと青ざめた女性がですね、私の目の前に来まして、最初に言った言葉がですね、すいません、助けてくださいということぐらいですね。まあ、当然私はですね、このように YouTube で動画するときはですね、かなり声を張って喋っています。なので普段はもうこんな感じです。どうしたんですか、あ、こんにちはとか、こんな感じなので、あ、そのトーンでどうしたんですかって聞いたところ、車を U ターンさせようと思ったら、後輪が脱輪してしまったので助けてもらえませんかという内容でした。あ、それはいかんということで、事故現場まで助手席に乗ってもらって、行くことになったんですけど、おそらくその女性はですね、500メートルぐらい猛ダッシュしたので、顔が青ざめていうか、体の中の酸素量ですね、足りなくなって青ざめていたということがですね、ピンときましたね。で、なぜ私を見かけたのか、声かけたのかって後で聞いたら、まあ、こんなところ、まあね、誰も通らない、まあ、通っても農家の人が通る道に1台だけ止まっていたので声かけましたということです。じゃあ現場に着いたところですね、鈴木のキャリーがですね、キャリーじゃない、すいません、エイブリーがですね、右側の後輪が脱輪しておりまして、あ、これなら、よくですね、脱輪の脱出方法とか、事前に見ていたことがあったので、あ、じゃあ できるだろうということと、男性の方がもう1名いらっしゃいまして、その女性の方の、上司だったんですけど、あ、この3人ならできるなと判断をいたしました。そしてですね、
ハンドルを切って、じゃあアクセル踏んでくださいっていうことで、私とその男性の方で後ろからですね押しながらアクセル踏んでもらったんですけど、予想外で、路面がですね、上り坂だったんですね。それとエイブリーの方がですね四駆だったということですね。二駆だとちょっと出す方法が迷ったんですけど、周りにあるものをですねタイヤの隙間に詰めたり、板のようなものが あったので、そこにタイヤにかましてみたりとか、いろいろですねやってました。ただね、溝が深すぎてなかなか出れない。タイヤまで石とか、まあ、そのねあるものを引き詰めても溝が深すぎたので全然ね、タイヤが蹴るものというところまでいかなかったんですね。なので、ハンドルを切って脱出するっていう方向にしました。ところがですね、私か、もしくはその男性の方がですね、運転すると良かったと後で後悔したんですけど、まず脱輪させてしまった本人に運転させてしまったことがまず一つのお間違いでした。別のパターンで言いますと、もし、路上でですね倒れてしまった本人に車を運転させるようなものですので、そういう場合は、落ち着いているこちら側、もしくはもう一人の人に運転させるべきだったと思っています。じゃあその後何が起きたのかというと、さっきもちょこっと言ったんですけど、路面が坂道であったこと、そして女性同様した女性ドライバーと私ミニチブと男性一人で後ろから押したんですけど、坂道で力足りず右側の前輪後輪両方ともですね脱輪してしまいました。やってしまったと、その3人がですね呆然とする中、女性はだんだんとさらに顔を青ざめて、同僚の方に連絡を取ったりと、わたわたしている中ですね、ちょっと休みませんかと、その男性の方と女性の方に何度も声かけしたんですけども、やはり、落ち着かないので、日陰で休みませんかと、顔が青いので酸素を体に取り入れましょうと言ったんですけども、やはりちょっとそこは厳しかったようですね。ですので、私の先輩である方と、その知り合いの車屋さんを呼ぶことにしました。すごいですね、その場の写真を撮って、便利ですね、 LINE というものがありますので、お送りしたところ、あ、これなら出るかも、脱出できるかもしれないよということで、来てもらうために私の方がですね場所をお伝えしたんですけど、なんせですね、山の中、車幅もですね軽自動車1台通れば十分な場所でございますので、間違った場所をですね、来てもらう方にお伝えしまって、30分のタイムロスはあったんですけども、来ていただきました。もちろんですね、軽トラ 4WD で来てもらったのと、板ですね、板と牽引フックですねも持ってきてもらって状態見てもらったんですけども、
正直ですね、そのいつもお世話になっている車屋さんが、まあ、写真と、まあ、実際見たところで聞こえてきた言葉っていうのが、あーこれダメかもしれんなということをですね、聞きましたと思ったところですね、脱輪させてしまった、女性と男性の同様の方がですね、男性4名の方がちょうど到着いたしまして、あこれならいけるかもしれないという判断ができましたので、軽トラック 4WD と、スズキエグリの 4WD のケインフックでつなぎまして、そして、車屋さんがドライバーになって、後ろ側から男5人で襲ってしました。そこでですね、私何も思ったのか、全員で押す瞬間ですね、せーのっていうとこまでは良かったんですけど、そこからですね、なぜかあの行けーって言っちゃったんですね。まさにその火事場のバカ力を出すために無意識出た言葉だと思うんですけど、ただ男の人が、5人で押す力っていうのは相当なもんですね。秒数で言うと1、2、3、4、5秒ぐらいですね。見事ですね、脱輪から抜け出すことができました。いや、その時の感動といえば、なんというか。ただ私が後悔しているのは、正確な位置情報を的確に伝えるということができなかったというのが後悔でした。これは申し訳なかったと思ってます。ただですね、困っていたその職員の方ですね、エブリーに乗っていた方お二人がですね、本当に喜んでくれたので、あ本当に良かったなと思ってます。それと、私が呼んできていただいた自動車屋さんと、とある先輩ですね、人生の先輩が来てくださって、的確な判断をして脱出できたということに、感謝を申し上げます。おそらくですね、本当だったら、JAF を呼びませんかと提案をしたんですけど、そもそも入っていないということと、男性の職員の方がですね、なんとか 男だけの力でなんとかしたいという強いですね、希望もあって、そういう脱出の仕方となってしまいましたが、いやね、ほっとしたのもつかの間ですね、私の右肩が夜になって、あ撮ってたら昼間だったんですよ、昼間だったんですけど、今夜になってすっごく筋肉痛ですね。これ今筋肉痛なので、明日になるともっとね、あの脱力感を強く感じるほどの筋肉痛になってくるんじゃないかと思います。わ、今日は良ししましょう。あの動画の方ではですね、メインのですね、月曜日、水曜日、金曜日ですね、間に合わないということがですね、確定しましたので、動画の方が遅れるかもしれません。その際は本当にですね、ご了承願いたいと思います。そしてですね、私が YouTube を始めるきっかけとなった秋祭りが間もなくあります。その動画に関してはおそらく、YouTube 側としてはダメと判断される可能性が高いんですね。歴史のあるお祭りなんですけども、どうしてもですね、 YouTuber 側からダメだよという判断される場合がありますけども、ちゃんとしたお祭り行事ごとですので、きちっと撮って動画にアップしますので、どうぞお楽しみください。この動画に関しては10月の
中盤から後半にかけて出したいと思います。それではご視聴いただき最後までありがとうございます。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、コメント、評価お待ちしてます。 YouTube TV でした。